畳の日の24日、松山市高岡町の小石保育園で園児が畳表を使ったコースター作りに挑戦しました。このイベントは松山市周辺の畳店19店舗で作る松山畳同業組合が畳に親しみを感じてもらおうと開きました。組合によりますと、畳の日は春と秋の年に2回あり、去年の春からイベントを開催しているということです。この日は組合員9人が小石保育園を訪れ、加盟店舗から集めた畳表の切れ端を再利用したネゴ座160枚を送りました。園児らは組合員の指導で畳表の切れ端を使ったコースター作りに挑戦しました。いぐさの香りが漂う中、年長の園児およそ30人が10センチ四方の畳表の周囲に千代紙を貼って、思い思いに工夫を凝らしたコースターを作っていました。散るのが楽しかった。ポップオープンできました。園児らは出来上がったコースターにコップを置き、お茶を飲んでいました。